気づく感度が高くなる。感度が高くなったら、ああそういうことだったのかって気づく。だからこの気づきが大事なのよね。でもそれが自分が意識を高く持ってなければそこに気づかないのよ。スーッと通っていっちゃうんだよ。だからこの企業的な農業を目指した方がいいよっていうのはごめんなさい、持続的な農業を目指した方がいいよっていうのはちょっとハードルが高いかもしれないけど、こういう高い目標を持っていると気づきが変わる。で、気づきが変わる、気づきが変わるというか、人が気づかないようなことでも気づいちゃうんですよ。で、気づいたら、あ、そういうことかって言って行動に移す。で、行動に移したらまた新しい出会いがあったり、新しい気づきがあったり、そうやって生成発展していく。まあ、これが、まあ、なんとかな、流れなんですよ。なかなかね、ちょっと流れだの、気づきだの、精神論的な話になっちゃいましたけれども、まあ、僕はこの組織型農業っていうのは、とか企業的な農業、週休2日が取れるようなねっていうのは、あの僕はもう いい意味でゴールだと思ってるし、今からの農業っていうのは、まあ、まあみんながみんなこうなってほしいっていうのは、まあそれもまた理想なんだけど、まあみんながこっちの方向向いてくれるといいなっていう願いは正直あります。まあ、だけどあまりこの話ばっかりしちゃうとなんかちょっと疲れるよね。こんな話ばっかりだったらなんか普通にさ、ぼちぼちやりたいって言ってる人近するともうめんどくさいし、うざかったりするし、ちょっとエンターテインメント性なくなるよね。何なんか真面目な話ばっかりしてんのってなっちゃうし、ましてそんなことって親の世代に通用するわけないし、隣近所のおじちゃんたちにも伝わんないし、そんなことやってる人周りにいないから浮いちゃうよね。だから、やらない、やれない、やりたくない、やろうと思ってもやりにくいだろうと思ってるんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。週休2日が可能な企業的農業をするための講座ということで、いよ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 これ最終回でございますね。皆さん本当お付き合いいただきありがとうございます。もうね、興味のない方はもういい、もうこれも見なくていいっていうふうに、もうあっという間にあの再生してくれる人が俄然減ったんですけど、まあまあまあこれからまた違うテーマでお話しますからね。とりあえずでもね、中には、やっぱり将来を見据えて組織的な農業というかちょっと大きな、やっぱ企業的な農業やりたいなって方もやっぱりいらっしゃるんですよね。でそういった方々にはね、非常に役立つ内容になったんじゃないだろうかというふうに自負しています。と同時に私もね、やっぱ1989年古い話ですよ。今から35年前農業始めた時に一番最初に憧れた、いや、まあ、一番最初にというか最初から憧れてたのがこの企業的農業だったんです。なんで農業は会社にできないのか、まだ当時法人化なんていう言葉が概念がなかった頃です。なんで農業っていうのは会社と違うんだろうか、農業で企業みたいにすることはできないんだろうかって、ずっとそれを模索してたんですね。で、どうにか自分は企業的な農業をやりたい、どうにか自分は会社の社長になりたい、どうにか自分は中小企業の社長になりたいっていう、私はとにかく社長になりたかった、経営者になりたかったんですね。だからその勉強もやってきましたし、それを農業で実現したかった。そして、やっぱり思いは叶う、やっぱり20歳の時に右も左も分からない、いわゆる親元就農で、就農してスイカから始め、ナスからほうれん草からっていうふうに野菜をずっと作り続ける一農家であったわけですけども、思い続けて早、まあ、17年目です。17年目にしてついに中小企業、いわゆる農業法人の社長になって、そして週休2日が取れるような社長になったわけです。自分が現場に出なくても、自分が、そこにいなくても、従業員がつつがなく働いてくれる、そしてつつがなくお金が入ってくる、そして売上が1億、まあ、数千万円、経常利益が、まあ、1000万円以上出るというふうな、まあ自分の中ではついに達成したなっていうふうな、まあ、夢の農業、自分の理想とする農業を達成したわけですね。でその夢の農業を達成して、じゃあ次どうしようかということで、今みたいに、こんな風にやったらできるよっていうふうな、まあ、アドバイスをする今立ち位置に今なってるっていうことになります。だから夢を思い描いて17年目、18年目に夢を達成した、その達成したのがこの週休2日企業的な農業だったわけです。でただこれをあんまり皆さん方に勧めてこなかったのは、そんなにいいよ別に、そんなあの1億も2億も売り上げなくても、まあ夫婦家族暮らしていけばそれでいいよっていうふうな、まあ農業スタイルがやっぱり主流なんで、あなたも大規模化しませんか、あなたも中小企業化しませんか、あなたも従業員雇って億の売り上げ上げませんかって話は、
最初の頃やってたんだけどな、今もあんまりしてなかった。ただ講座としてはこんな風にやってます。だからもしね興味関心がある方はね、この辺のところは実はこっちの方が私得意なんですよ自分でやってきたし。で個人の農業というのはもちろんやってきました。家族経営もやってきました、うん、だけど実際はこっちの方が得意なんで、まあそういったところをね今サポートさせていただいたりもしてます。まあ、そういうことで今回最後の話はですね、最終的になんで週休2日の企業農業をやってるかって言ったらここなんですよね。目指すはお客様満足と従業員の幸せっていうことで、家族だけの自分たちの我が家のための農業からちょっとステージが変わって、我が家のことじゃなくてお客さんのためだったり従業員のためだったり、こういうステージに行けますよ、行った方がいいですよ、行きませんかっていうのが、まあ、最後のまとめになります。うん、やっぱり経営者っていうのはこの必要な4つの力、変革する力とかありますけども、一体私は何のために農業やってるんだろうって考えた時に、シンプルにやっぱ誰かのためなんですよね。もちろん自分のためっていうのは大前提ですよ、うん、自分のためっていうのは大前提なんだけど、自分だけのためだったらやっぱうまくいかない。あなたが今日頑張ってる、今日今頑張ってる、ね、昨日も頑張って明日も頑張る、誰のため、自分のため以外で、うん、誰のために作ってんの、うん、誰かが喜んでくれる、誰かからありがとうって言われるのって、うん、そんな風に自分は何を目標にして、何を持って何を志として、今の農業に取り組んでるのかって、ここを考える機会、考える時間、考えるタイミング、ちょっとね作ってほしいなと思ってます。で これが、うん、自分が作る農産物によって誰かが喜んでくれてるんだっていうのが分かってくると、がぜんやる気が変わります。うん、今まで漠然と作って、漠然と出荷して、漠然としたお金が入ってきて、一体何が頑張ったから何が返ってきたのかっていう、漠然としてるんです、うん、だけど100作ったら、100届けたら、100が喜んでくれたっていうふうに、もうちょっと意味のある、まあ意味のあるって言ったら皆さんが普段やってるのが意味がないように聞こえて誤解を受けるかもしれないけど、ちゃんと自分の中で折り合いをつけた農業をやるべきだというふうに思ってます。でそのために、今の既存の考え方からだいぶ考え方を変えなきゃいけない、つまり脳を耕さなきゃいけないんですよね、うん、でいやでも山下さんそんなこと言ったってうちの近所そんなことやってる人いないよって。そうなんです、変わったことするとね田舎でやっぱ浮いちゃうんですよね。浮いちゃうし、また山下さんのところのバカ息子が何かやり始めたっていう風に、やっぱね横並びの社会だから田舎ってさ、新しいことにチャレンジするとなんかね煙たがられるし、下手すると叩かれちゃったりするんです、うん、でも意識だけは高く持っていてほしいんです、まあ、例えばだけど自分は農業やってるけど社長なんだとか、自分は農業やってるけど経営者なんだ、自分は農業やってるけど会社をやってるんだ、自分は中小企業なんだ、自分は製造業なんだ、自分は製菓業なんだ、自分は食品業なんだっていうふうにちょっとだけ頭の中をさ変えてみてくださいよ。それだけでも全然違います。俺は百姓だけん、俺は農家だけん、俺は農業者だけんって言って自分をそこに収めちゃうと楽なんですよ、うんね、だから分かんなくて当然だ、やらなくて当然だ、儲からなくて当然だ、応援されてもらって当然だ、チヤホヤされてもらって当然だっていうふうに、自分たちの都合のいいところ、自分の楽なところに自分の身を置いてて、それで満足していらっしゃる方が結構多い、うん、だけどなんか違和感、うん、それでいいかなって、こんなぬるま湯に浸かってていいかなって、でも俺はちょっと次のステージ行きたいなって、でもバッシングされます。お前もこっち来いよ、何お前だけねカッコつけてんだよって、何でお前だけ抜けが消しようとしてんだよって引っ張り上げます。さあこのエネルギーから抜けて自分はいや新しいことにチャレンジしないんだ、もう一個見たことのない風景を見たいんだっていうふうに、そこからね脱出してください、うん、そして、稼ぐ力、この稼ぐっていうのは報酬なんですよね。であなたがいただいているお金っていうのは農産物をのお金をの換金したお金と思われるかもしれませんけど、誰かが消費してくれるからかあのくれるお金なんです。誰か消費者が最終的に払ってるんですよね。まさか仕入れたやつを捨ててそれからお金払ってくれるなんてことないです。誰かが胃袋に入れてくる、誰かが消費してくれる、そのためのお礼として報酬としてキャッシュという現金という見える形で入ってくるわけですよね。ということは少なくとも誰かからか喜ばれてるんです。でもいや売上が少ないんだ、利益が少ないんだってなってくると、ってことは喜ばれてないっていうふうに、まあ、裏返せば言うことができるんです。例えばですけど求められてないのに山ほど作る、
山ほど作って山ほど供給したら、いやそこまでいらないですよって言って価格が下がる。山ほど作ったのに売上が変わらない、もしくは下がった。これ何かって言ったら求められてないからです、喜ばれてないからです。だからお客様を喜ばせたい、誰かを得させたい、誰かにちゃんと貢献したいっていうふうに農業っていうのはつながってないといけないんだけど、そこがフィルターがかかってるからなかなかそれが分かんない。農家っていうのはお客さんが見えないように見えないように、もっと悪く言うとお客さんを見せないように見せないようにしてるんです。なんでかっていうとお客さんを見せないようにして、とにかく目をつぶったまま作ることに専念しなさいっていうふうな教育をずっと農業業界農家はやってこられたんです。いいですいいです、もう農家はもう皆さん方の作るだけで結構で、あとはお任せくださいっていう人が周りにいません。そんな風に作ることだけに一生懸命やらされて、で作ることだけでこうまっすぐになって絶対上を見ようとしない、だけども本当はお客様にを喜ばせてる人たちが一番経済的に潤ってるんですよね。だからこの企業的もしくは組織的農業をやってる人たちっていうのはやっぱりダイレクトにお客さんとつながって、お客様に求められたものを供給し、そのお客様に求められた分の供給に対する報酬を得るっていう風な仕組みを作っています。ただそれを一人で達成するのが難しいので、やっぱりチーム仲間っていうのが必要になってくる。それが従業員スタッフになるわけですけれども失礼しました、なるんだけど、でもね社長はねそういう思いがあるかもしれないけど、従業員とかスタッフがそういう思いがあるかっつったら別問題。私別に給料もらえればそれでいいです、いやうちの会社もうすぐしたら潰れるかもしれない、災害があったから潰れるかもしれないって言った時に、本当ですか、ちょっと何とかしましょうよって一緒になって考えてくれる身内みたいな、いやそうなってもらうと困ります、社長と一緒に仕事したいんです、社長と一緒に夢をつかみたいんですって言ってくれるような人がいますかってことなんです。あいいっすよ別に、ここの会社潰れたら私他のとこ行きますからって。冷たいな、そんな風に思われてるんだって、それじゃあ社長きついよね、辛いよね、だから社長一緒にやりましょうよって、社長一緒に考えましょうよって、社長一緒に夢つかみましょうよっていうふうに、同じマインド、同じ価値観、同じ方向性を向いてくれる仲間、ブレーン、そして、そういう、なんつうんだろうな、パートナーか、そういった人と組む、もしくは作る、出会う、これが一番なんですよ。そこに行かずして独りよがりで社長だけ突っ走ってたところで、社員は従業員は違う方向向いてる、これ辛いよね。だから我々経営者っていうのは常に同じ方向向いてくれる人を探す、作る、ね、教育するっていうのはやっぱ必要になってくるわけです。でそのためにはある程度やっぱルールっていうのも必要になります。いや給料いくら払うよっていうルール、このくらい頑張ったらこのくらい給料ボーナスを上げるよっていうルール、そして今日はここまでやってしまいましょうっていうルール、何月何日までにこのくらいの売り上げを達成しましょうっていうようなルール目標、そして、掃除きれいにしようねとか、もしくはマニュアル化しようねとか、ギャップっていうものをベースに仕事していこうねなどなど、やっぱりチームの中のやっぱりルールを規定、約束ごと、こういうのは一つ一つ作っていくべきなんですよね。そしたら最終的にはやっぱりこの理想を追求する、もう社長は夢みたいなことばっかり言ってって言われてるぐらいがちょうどいいんですよ。やっぱり社長は夢を語るんです。現実離れしてる夢かもしれないけれども、社長のその夢に憧れて、社長がそういう夢持ってるんだったら俺もそれ叶えますよっていうふうに、その週休2日なんて無理だじゃなくて、じゃあどうやって週休2日ができるのかって、売り上げ10億円なんて無理だ、どうやったら10億円を売り上げるためにできるのか、収量100トンなんて無理だ、どうやったら100トンができるのかって、みんなで考えるようなそういうチーム、そのためには社長がまず妥協せずに理想、憧れ、目標、ビジョンっていうものをやっぱり明確に掲げると、これ非常に大切になります。そして理想をさらに言うと、じゃあ今どこにいるんだってことでギャップがあるんですよね。でその現状と未来のギャップ、ここを埋め合わせるのが仕事ということになります。
でも、まあ、先ほどねお話した通り、僕もその理想を掲げました。企業的な農業をやりたいっていう理想を掲げたんです。で、そう理想的な農業を掲げてやり方が分かんないから試行錯誤していったわけですよ。でそうするうちにそこに共感してくれる人と出会い、そして、組織農業、企業農業をやるチャンスを、まあ、手にすることができたわけです。そんなふうに、理想を掲げておけばヒントがどんどん、出てくるんですよね。まあ、よく成功している人がよく言われる、あの時ちょうどなんかねふと思いついたんだよね、いわゆる気づきが出るわけです。意識しているとそういったものがアンテナ張ってるものだから、そういうのに気づいちゃうんです。アンテナ張ってない、意識がそこまで高くない人っていうのは同じ情報があっても気づきにならないんです。だから僕の動画を見てくれて、もう山下先生よかったです、大成功しましたって言っていっぱいいるんです。なんでかって、その人たち意識高いから。でちょっと僕がここで話した言葉がぐさっと刺さって、よしそういうことかってバンバン行動していって、あの成功している人いらっしゃるんですよね。でも別にまあこれエンターテインメントの要素もありますんで、ただ聞き流してくれれば結構です。別にそんな気づきを与えるための動画じゃないって思ってらっしゃる方には、まあそれはそれでいいんですよ。そんな風に、あ、皆さん聞いてらっしゃる、見てくださってるあなたがどのくらいの意識を持って、まあこの動画だったり他の人の動画やテレビやニュースを見てるかでやっぱ気づきが違う。だから理想というかを高く持てとか、少年を大将にだけなんてクラーク博士がいたよ、意識を高く持ってると気づく感度が高くなる。で感度が高くなったら、ああそういうことだったのかって気づく。だからこの気づきが大事なんだよね。でもそれが自分が意識を高く持ってなければそこに気づかないんだよ。スーッと閉じていっちゃうんだよ。だからこの企業的な農業を目指した方がいいよっていうのはごめんなさい、持続的な農業を目指した方がいいよっていうのはちょっとハードルが高いかもしれないけど、こういう高い目標を持っていると気づきが変わる。で気づきが変わる、気づきが変わるというか、人が気づかないようなことでも気づいちゃうんですよ。で気づいたら、あそういうことかって言って行動に移す。で行動に移したらまた新しい出会いがあったり、新しい気づきがあったり、そうやって生鮮発展していく、まあ、これがまあなんとかな流れなんですよ。なかなかねちょっと流れだの気づきだの、精神論的な話になっちゃいましたけれども、まあ僕はこの組織型農業っていうのは、とか企業的な農業、週休2日が取れるようなねっていうのは、あの僕はもう いい意味でゴールだと思ってるし、今からの農業っていうのは、まあ、まあみんながみんなこうなってほしいっていうのは、まあそれもまた理想なんだけど、まあみんながこっちの方向を向いてくれるといいなっていう願いは正直あります。まあ、だけどあまりこの話ばっかりしちゃうとなんかちょっと疲れるよね。こんな話ばっかりだったらなんか普通にさぼちぼちやりたいって言ってる人たちからするともうめんどくさいしうざかったりするし、ちょっとエンターテインメント性なくなるよね。何なんか真面目な話ばっかりしてんのってなっちゃうし、ましてそんなことって親の世代に通用するわけないし、隣近所のおじちゃんたちにも伝わんないし、そんなことやってる人周りにいないから浮いちゃうよね。だから、やらない、やれない、やりたくない、やろうと思ってもやりにくいだろうと思ってるんです、だけどまあまあ今回ねこの講座聞いてくださった方々は、あなるほどねと、そういう順調を踏んでいけばあのできるんだね。もちろん明日明後日すぐにはできませんよ。10年ぐらいかかりますよ。で10年ぐらいかかるんだけど、あこういうことを意識しながら、よしじゃあ今自分が35歳だから45歳ぐらいまでには達成しようって思えば全然できるし、僕も正直言うと27から経営始めたんですよ。で20歳からそういうことやりたいと思ったけどできるわけないでしょ。まだでっちぼうこうで野菜作りも始めたばっかりの頃で、その時には親と喧嘩しながら言われたことをはいはいというワーカーでしかなかったわけだけど、親と喧嘩しながらも経営権を27歳の時に奪ったわけ。親はまだ55歳ですよ。今の年ですよ。今の年にもう子供が経営権を譲ってくれなんて言うわけで、それなんてバカ野郎と思うけど、まあうちの親は変わっててやれるものやってみて僕にチャンスをくれたわけ。だから僕は27で経営始めたんだよね。で27で経営を始めて、よし俺は絶対組織的な農業、企業的な農業をやるんだって心に決めたのよ。心に決めたけどやり方なんて分かんないのよ。とりあえず従業員雇ってみるけど、ね、従業員に給料やったら俺の給料がなくなるっていうね、なんだこれはっていうようなことがあったわけよ、ね、農協を辞めて自分で販売するけど売り方なんて分かんないのよ、だけど試行錯誤しながらさ、なんとかお金が足らない、お金がないなんて言いながら32歳の頃よ。それから経営始めて5年後、そしたらもう本当にお金なくなってさ、何度もやっぱりさ、ね、
家族でさ、ね、命を絶とうなんて考えたことも本気であったわけ。だけど命を落とすほどのことじゃないよねって思いとどまって、何が自分に足らないのかって考えたら、やっぱり経営感覚だったわけよ。学びが足らなかったのよ、うん、知識がなかったのよ、努力がなかったし意識が低かったのよ。よしって思って、そこで一念発起していろいろ勉強してさ、そしてやり方変えてさ、考え方変えてさ、うん、そしてやり始めたら面白いもんで、37歳の時にはもう企業的農業で農業法人の社長になっててさ、従業員パート合わせて40人雇っててさ、売上1億何千万になってさ、そして経常利益が1000万って、嘘みたいな話でしょ。なるのよそんなことが。27の時からよしと思い始めて10年、37歳、まあ正直に言うと38歳の時だったんだけど、それが達成できたのよ。こんなことってあるんだよね。まあよくね、こうやってさ、あ、それも山下さんだったらできるんでしょうとかね、なんかね、本書いたり YouTube やったり講演活動やったり、あ、もう山下さんだからそんなことできるんでしょうって。僕も当時そういうセミナー聞きに行ったり本読んだりしたらさ、あ、これって俺には関係ない、それはもう特別な人だから成功したんだって思うじゃない。俺もそう思ってたのよ、27の時は。だけど自分信じてやったら本当になったわけ。そしたら今さ、もう50過ぎたんだけどさ、みんなもさ、本当に、そんな風に思えばできるよって言う位置に来ちゃったわけ。嘘みたいなんだけどさ、本当みんなが、やろうと思ってるその志があれば、必ずその志は達成できるからさ、ぜひね、みんなもなんか、こんな風にやりたいっていうのが思ったらさ、それを諦めずにぜひやってほしいなっていう風に思ってます。ごめんなさい、最後なんかね、ちょっと積極臭くなっちゃったけどね。はい、ということでね、本当ありがとうございました。これでね、この週休2日が可能なね、企業農業コースっていう講座っていうのは一旦終わります。まあ、次からね、普通のまたね、あのバラエティに富んだ動画をね、お送りしようと思ってます。まあ、とにかく僕もこういう講座をね、ちょっと皆さん方にお伝えしたかったんで、まあ、今回ね、こういったシリーズでお届けさせていただきました。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。こちらの脳は耕せましたでしょうか。農美次会、一歩先行く農業者のオンラインコミュニティ、ぜひご参加ください。他の農家さんってどうやってるんだろう、今の自分のやり方って本当に合ってるんだろうか、そして新しい農業チャレンジしたいよっていう方々、全国からたくさんご参加いただいております。今ですね、農美次会にご登録いただきますと、なんと有料動画、これがですね、173本見放題になっています。他にもですね、まあ、有料の、1100円でですね、農ビジビップ会員というのがあります。こちら4つ特典があります。1つはですね、農業ビジネススクールの動画がなんと無料で、見ることができます。他にも毎月開催しています農ビジ会、ね、農ビジセミナーの、受講がなんと無料で、ご参加いただきます。他にも毎月オンラインライブ相談会っていうのをやっています。こちらも無料でご参加いただきます。他にも個別相談もなんと初回無料で、対応させていただいております。お申し込みはですね、農ビジオンラインで検索してみてください。さあ、私と一緒にこれからの農業、一緒に農を耕しましょう。